それではもう一曲のコラボ曲、今度は祈りの歌をお届けします。コラボしてくださるスケーターは鈴木明子さんです。本当にこう美しく妖艶な黒鳥から、そして天使のアベマリアまで、本当に幅広い表現で、もう私は氷上の女優さんだと思っているんですけれども、その明子ちゃんとこの私が大切に歌い続けているカッチーニのアベマリア、この曲を待っていただけるということ本当に嬉しく思います。そして今日はですね、特別にピアノの福間幸太郎さんが生でピアノ演奏してくださいます。福間さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。もうね、本当に福間さんもこのファンタジーオンアイスにはもう欠かせない、出演者のねお一人になってますので、ぜひよろしくお願いいたします。スケート、ピアノ、歌、たった3人でお届けするこの舞台、これが本当に真のライブの表現といったところでしょうか。それでは鈴木明子さんによる天使の舞、祈りの舞をどうぞご覧ください。鈴木のりえさんの歌、福間幸太郎さんのピアノとのコラボレーション、カッチーニのアベマリア。鈴木明子は3人での共演は今回が初めて、どんな世界になるかワクワクが止まらないと語ってくれました。
鈴木明子さんでした。また素敵な歌声を聞かせてくれました鈴木紀恵さん、そしてピアノ演奏の福間幸太郎さんにも大きな拍手をお願いします。3人でのコラボいかがでしたか。このピアノと歌とこの振り付けでちゃんと使い分けてるんですよね、あこちゃんが、それを一つをまとめるようなこの演技、そしてこの衣装も素晴らしくて、本当にコラボって素敵だなって思いました。幻想的な時間でした。